本校では日本とエルサルバドルの関係についてもべる。両国は共にアジア中南米協力フォーラムに加盟している。エルサルバドルは、強硬な地形と資源の乏しさ、勤勉な国民性から中米の日本という呼び名がついている。サブロー・ヒラオ公園の日本庭園日本は革命を起こしたマクシミリアーノ・エルナンデス・マルティネスが率いる政権を支持した関係から1934年、 エルサルバドルは満州国を日本に次いで2番目に承認。1935年、ゴリヨシタカ発、大中エルサルバドル日本講師が着任し、正式に日本との間で外交関係が成立した。戦後1952年5月6日に国交を回復すると、1956年には日本の大手宝石会社だったクレハ宝石の平をサブローが エルサルバドルの実業家と組第二次世界大戦後における、日本企業初の海外進出工場を実現させた。また1966年には、親会社の合併に伴いユサ社が誕生する。エルサルバドルに尽力した平成に対し死後、エルサルバドル政府によって、サンサルバドルに日本庭園や植物園を持つ、約5万平方メートルのサブロー平ラ公園が建設された。 また海外発のトヨタ自動車販売店が開設されたのもエルサルバドルである。しかし、1978年に日本企業とエルサルバドル政府が合同出資した企業である陰ン化社の社長が武装ゲリラに誘拐、殺害され、同年の暮れには同社の別の役員が誘拐される事件が発生するなどし、 1980年から1992年までの12年間大使館が閉鎖される。日本は2015から16年平均で1238万ドルを援助している。これは同国への援助額としては5番目である。日本からエルサルバドルへの輸出は約146億円。エルサルバドルから日本への輸出は約21.6億円である。日本からエルサルバドルへは 自動車、鉄鋼製品などをエルサルバドルから日本へは、コーヒー、衣類などを輸出している。2016年現在、在エルサルバドル日本人は176人、在日エルサルバドル人は119人である。日本の皇族及び首相によるエルサルバドル訪問エルサルバドルの大統領による日本訪問。ありがとうございます。